はい、皆さんこんにちは、ワタリグルビッシュです。今回はギレンデーボアークシズの脅威 V ネオジオンシャア編の続きをプレイしていきたいと思います。まずは宇宙を掌握する作戦を進めておりまして、前回はルナ2、ここを取りました。ただ連邦がですね、反抗作戦を行ってきていて、このアフリカ上空にはですね、連邦の大部隊が侵入してきています。でここがですね、かなり劣勢な状態になっています。でこのままだと壊滅する可能性がありますので、一旦、残念ではありますがサイド5まで引いて、ここで体勢を立て直して迎撃を行っていきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。まあ、モビルスーツの開発がですね、どうしても連邦のジェガンに対抗できる機体がまだないというのもあって、まあ、いわゆる入り乱れた戦いになるとですね、ちょっと厳しい、乱戦状態だと厳しいという状況があるので、まあ、できるだけそういう状態にならないので、やっていかなきゃいけないのかななんていうふうには思っています。ではちょっと残念ですが撤退していきます。一度撤退、全滅する前に撤退します。ではルナ2から主力部隊を戻しました。これでアフリカ上空で一大決戦へと持ち込みたいと思います。かなり守りは硬そうですね。ここにいるのはどうだろう、アーガマっぽいですね。増援がこの後連邦は入ってくる可能性もあるというのを考慮しつつ、まずはこの連邦との一大決戦、確実に勝ちに行きたいなというふうに思います。まずはノエジルシャーですね。まあ、このノエジルのシャーが、まあ、まさにこの戦いの中枢、肝になると思いますので、ここでまずしっかり敵を削る。で、まあ、今回はですね、惜しみなく戦力を投入するということで、ハンマハンマのギュネイ、キュベレイのクエス、このあたりも投入してます。まあ、このエース部隊がしっかりと連邦を撃破してくれればいいんですが、連邦の士官数が7ということなので、優秀なエースが混ざっている可能性がありますね。では部隊発進させていきます。まずはここの拠点を取りたいですけどね、取れるかな。連邦も補給線を確保しながら迫ってきてますね。では攻戦状態に入ります。まずは敵に先制を許す形にはなりますが、まあ、あそこまでの損害は出ないというふうに踏んでいます。ガルバル、ここはギュネイ、そしてシャ、ここがちょっと削られたけど、まあまあまだ戦いは継続できるかなというところですかね。では本格的に戦いを仕掛けていきましょう。では反撃に入ります。集中攻撃してまずは敵の数を減らします。ここがデルタガンダムのレズンですね。まあ、レズンには早く専用機、レズン専用ギラ動画を配備したいところなんですが、そもそもギラ動画がまだ開発できていないので、そこまで急ぎたいですよね。ここがザーク3ですね。ケイラが持っているのか、ジェガン。まあ、ドライ戦もあるので、なんとかここでザーク3が撃破されるのは避けたいですね。まあ、ケイラが思ったより粘りますね。倒しきれない、逆にドライ戦が落とされた。ハサウェイが残っていたのか。まあ、ハサウェイもね、この非常事態じゃない状態で普通にジェガに乗って出撃してきてますよね。ムサイがやられる。ちょっと迂闊だったな。貴重な戦艦ユニットのムサイがやられると、ちょっとこの後の地球侵攻作戦に影響が出てきてしまいそうかなという懸念もありますね。うん、ザーク3が落とされた。ザーク3はしょうがないかな。これは開発で手に入れた機体なんですが、ちょっと突出しすぎたかなというか。ダメガ粒子砲が来た。
アーガマのメガ粒子砲を食らってムサイが撃沈されたのかな。ちょっとこれ放置できないので、まあ危険を覚悟の上で先にアーガマ、しかもめっちゃアーガ乗ってんだ、アーガマ落としましょう。ちょっとモビルスーツの数が足りなくなってるかなっていう感じがします。ハンマハンマちょっと後方に下げて戦いに継続参戦してもらうしかないかな。本当だったらね、ちょっと傷ついたハンマーハンマーは下げたいぐらいなんですけど、ちょっと今下げられても厳しいなっていう状況なので、ジャムルフィンもちょっとこのままだと厳しいので、なんとか戦局を打開してもらいたいですね。まあ、これ以上ね、戦艦が落とされるっていう状況は避けたいのと、あとエースの機体ですね、これもやられるっていうのは避けたいので、この辺りは本当に注意しながら進めていかなきゃいけないですね。こっちはクエスのキュベレ、まあ、ジェガンが相手でなければ無双できるかなとは思います。ビットを飛ばして格闘戦へと持ち込んでいけば、2列目まではね完全に撃破しておきたいかなというふうには思います。ここはデルタガンダム、ここもね、うお、デルタガンダムが落とされそうだな。ここは激戦になってますね。そしてここですよ。このネイルガンを落としておかないと、本当に、ハイメガ粒子をもう一発食らう可能性があるんで。落としきれるかな？ちょっと落としきれないかも。落としきれない。もう一撃来るかもしれないな。あとはできるだけ追撃をして撤退されない状態を作りたいですが、ここでレズンが落とされますね。デルタガンダム落とされてしまった。貴重な機体だったんですが残念ですね。ハンマーハンマー残りますね。まあレズンにはまた別の機体を用意して戦ってもらいたいかなと思います。先ほど取り逃したネイルアーガマは回復される可能性がありますが、ちょっと終える状況ではないので、ここは残念ですけども生還します。それよりも目の前のモビルスーツ隊をね、まずは排除していきます。では続きになります。ネイルアーガマの動きには注意をしつつ、敵のモビルスーツ隊の排除を試みています。これでネイルガンマ落とした。一安心ですね。まあ、シャアもちょっと疲労とエネルギー切れが気になってきているので、一旦後方に下げて回復したいなという思いはあるんですけども、シャアを後ろに下げると戦線が崩壊する可能性があるぐらいに今緊迫している状況なので、もう少しシャアには頑張ってもらいましょう。ちょっとズサブースターの火力だと敵を削り切るのが難しくなってきつつありそうかなという印象がありますね。さあ、敵排除できそうです。撤退していくようなので追撃して、終わりにしていきましょう。いや、なかなかしんどかったですね。まあ本来だったらもうちょっと損害が少ない状態で干渉を決め込みたかった、思いはあるんですけどね、なかなかうまくいかず、デルタガンダムのレズン失ってしまいました。ザクスリーもね、機体としては貴重な戦力だったんで失ってしまったのは痛かったかなというふうには思います。では、このアフリカ上空は取り返すことができましたので、立て直しを行っていきましょう。ではグリプス2へと進行していきましょう。これでグリプス2が取れれば、宇宙での主要拠点はすべて、ネオジオのシャード
手の内に落ちるということになりますので、まあ、非常に重要な決戦になると思っています。では舞台を発進させていきます。まあ、主力はやっぱりシャ ギュネイのハンバハンバクエスのキュベレイというところになると思います。敵の数を考えるとですね、戦力的には圧倒はしているんですが、他の光線中域にもですね、連邦は増援を出してきていて、幅広く宇宙で戦線が展開されている状態なので、できるだけ早く手短にですね、このグリフス2の攻略戦は終えていきたいなと思いますので、まあ、いつものように、突貫を仕掛けていきたいと思います。とにかく攻めて攻めて攻めまくると、まあ、そういう戦い方ですね。ではシャアの切り込みを皮切りとして敵基地中心部へと攻め込んでいきましょう。マラサイとかね、ボールとか、まあ、旧式タイプのものがいるだけなので、うまくすればこのターンで全て撃破できるかもしれないですね。グリプスさえ取れれば、あとはね、地球上空での攻防、さらにその先には地球への降下作戦というものが見えてくるかなと思います。ここはシャアを使って無双していきましょう。まあ、キューベレーやハンバハンバ、この辺りもねキャラが乗っているので、まあ、少しでも経験値稼ぎはしておきます。はい、これでグリプス取りました。ではこの先は、地球への進行作戦の、ね、準備に入っていきたいというふうに思いますが、その様子はまた次回、お届けをしていきたいと思います。